オーギュスト・シャプドレーヌは、パリ外国宣教会所属のフランス人、カトリック宣教師。中国に宣教に来てから、間もなく殺害された。歴史上、西林教案、または、厚生教案と言われる。フランスのルマンディの農村、ラロシェルのルマンドに生まれ、年少の頃は、家で農作業を手伝っていた。彼は、証明を感じ、両親を説得した後に、修道院に入り、 彼と比べて、年の若い同級生と共に学んだ。年齢制限を超えてはいたが、彼の熱心さにより選挙活動に参加することができた。1843年6月10日に彼は死災に除海された。姉の葬式後に彼は家族に別れを告げ、1852年にパリ外国選挙会の派遣でフランスを離れて、 中国厚生省のカトリック宣教活動に加わった。広州でしばらく止まった後、1854年の春に奇襲省の省都である清に行った。12月に彼と露呈日は厚生省、西林県の行山村に赴き、当地の約300人のカトリック団体と会見した。1854年12月8日に彼は初めて当地でのミサを指揮した。 到着してから10日で、西林県の館長に16日間閉じ込められた。個人的な脅迫を受けてから、彼は1855年初めに、奇襲を去り、同年12月に再び、厚生省に戻った。1856年2月22日に一名の、新しい信徒の親戚が仕切りに、彼を告訴したが、当時役所は休暇中であった。 2月25日、新人の知見である、長命宝は逮捕令を出し、京山のシャプドレーヌ神父と統治の何人かのカトリック教徒は捕らえられた。彼はまず重刑にあって、ひどく殴られ、さらに籠の中に立たされる罰を受け、小さな鉄籠の中に閉じ込められ、その籠は監獄の大門に吊るされた。最後に忍びがたえ苦しみを受けて死に、その遺体は斬首されて民衆にさらされた。 フランスの外交的な圧力下で、徴名法は免職となった。ウマライシ神プ事件は、フランスに、イギリスの1856年から1860年までのアロー戦争に介入する口実を与えた。戦争後に締結された天津条約の第十三条は、キリスト教徒に戦況と資産を保有する権利を与え、これにより、西洋列強に、 中国社会に介入する別のルートを与えることとなった。西林教案は太平天国期間中に発生し、太平天国もまさに厚生省から放棄が始まった。太平天国は朝廷を崇拝する教えを信じ、その教えはキリスト教起源であった。清朝の役人はキリスト教に対して非常に警戒し、厳重に備えていた。 シャプドレーヌ神父は法を犯して国境を越えて厚生省内地の奥の西林県に入り大勢の人を集めて布教した。地方の役人はそれを組織的な造反であると誤解したので逮捕されて事件の発生につながったのである。シャプドレーヌ神父は1900年に副社に挙げられた。100年後の2000年10月1日に教皇ヨハネパウロ2世は 彼とその他119人の17世紀から20世紀にかけて中国でカトリックのために殉教した人物を中国120聖人として劣勢した。2000年9月26日から中国の公式なメディアである新華社は新聞稿で回答を発表し、シャプドレーヌ神父等を非難して彼らは重大な罪を犯したと宣伝した。西林の人は 当地のドヒマゴノーの悪行と彼を混同して論じ、良好総督、洋明鎮はすでにこのことを指摘していた。ただし、新華社の新聞校は依然事実を誤って伝えたので、中国大陸外の中国人協会の多くの批判を引き起こした。他に、河北省、山西省、山西省等から来た聖職者及び信者は、政治会議に参加させられ、劣勢を批判した。 彼らは席上である人が政府の立場に反駁し、官員と議論となったと述べた。ありがとうございます。